緊急事態発生、緊急事態発生。今すぐ戦闘態勢に入ってください。敵の空を埋め尽くすほどの軍勢です。ソラマさん、ナイトメアの7です。あれを放っておくのは危険です。あなた方たちに奴らを殲滅してください。相手は無事なことをこの上ないナイトメアです。心してかかってくださいね。あ、もうすぐそこまで来てしまいました。早く一掃しに行くのです。疑心と暗鬼に攻め立てられるようにして空を見上げる。上空を埋め尽くすのは無数のナイトメア。大気を震わせるのは無数の羽音。視界が霞むほどの鱗粉が舞っていることに気づいたあなたは、とっさに口元を手で覆う。キモい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 。キモい虫けが大発生です。放っておいたら危険ですよ。キモすぎてショックしそうです。今回ばかりは人形たちに全面同意だと、あなたは武器を手に取った。空を覆い尽くさんばかりのナイトメアの群れは、切っても潰しても減ることがない。もう一度焼き殺しましょうか。ですが、空まで届くほどの解放者にはすぐに用意できないですよ。そんなことをしなくても、大量の体罰を用意すればいいのです。なるほど、あれが見た目通りの神聖を持つナイトメアなら、好んで炎に飛び込んでくるはずです。人形たちは危機として、松明を用意し始めた。準備中です。準備が終わるまでは戦い続けてください。引き続き虫けら殿の始末を頼みます。やがて準備が整った。大量に並んだ松明が炎を燃え上がらせ、辺りを煌光と照らし出す。空を覆っていたナイトメアたちが次々に降下しては松明に飛び込んでいった。焼死の道を自ら選ぶその姿を、疑心と暗鬼が楽しげに笑う。キモい虫は全て燃えるべきです。そこへ突如割って入ってきたのは、
松明の火を消して回りながら、駆けつけたナイトメアたちは口々に叫ぶ。かわいい？耳を疑うあなたに、彼らは懲りずに襲いかかってきた。分が悪いと見て取ると、モスちゃんを守る会を名乗る者たちはガのナイトメアを引き連れ去っていった。彼らが退却していく先には、どうやらモスと呼ばれたガのナイトメアたちの巣があるらしい。またあの虫けらがナイトスケを寄せてきたらキモすぎます。仕事焼いて絶滅させた方が世の試しとのためです。疑心と暗鬼にせかされ、あなたはモスの巣を目指すことにした。
飛び去っていくモスたちと、それを追わせまいと立ちはだかるモスちゃんを守る会のメンバーたち。俺たちの俺はモスちゃんの俺たちの俺の血はモスちゃんの戦い。のぶとい掛け声とともに彼らは果敢にも立ち向かってくる。昆虫愛好家の自然保護目的としては体を張りすぎている印象だった。涙を見せて。痛みと悲しみは似てるのね。たどり着いたモスの巣。そこにはモス一匹一匹を献身的に世話するさまざまなナイトメアがいた。ほら、うちご飯できよ。この水で食べるね。あー、モスちゃん、じゃあ急がなきゃしないで。よしよ。地獄とはこのことですね。ちょっと早くしていいですか。直視できないほどの醜い光景を前に、あなたは武器を握り直した。するの？私たちの羽についてる粉を
たくさん吸い込むと、男の人は私たちを可愛いと言います。私たちと一緒にいたいとか、触れ合いたいとか言って、たくさん優しくしてくれます。私たちは優しくしてくれた人の中から気に入った人を選んで苗床にして子供を増やします。男の人はみんなそれが気持ちいいと喜びます。これが金の力だ。モスが撒き散らす鱗粉には幻覚作用があるようだ。そのためモスちゃんを守る会の者には、あの醜いナイトメアが妖精のように愛らしく見えているらしい。でもこの鱗粉には幻覚作用があるだけで洗脳まではできないようですよ。じゃあここにいる全員は性欲に従って自発的にモスと繁殖してるんですね。やっぱりキモいので全部焼き払ってさっぱりしましょう。あなたは火を放つべく巣の奥へと進んだ。よく効く栄養剤を注入しましょう。モスの巣が燃える。赤々とした炎が全てを飲み込んでいく。
大量にうごめいていたモスも、幻覚と性欲に支配されたナイトメアたちも、炎をまとって踊り狂うように死んでいく。巣を後にして振り返ると、モスが何匹かよろよろと飛び去っていくのが見えた。取り逃がしてなるものかと人形たちが甲高く叫んだ。巻き込まれないように。うっそうとした森を僕は泣きながら歩く。群れからは追い出されてしまった。僕がのろまな役立たずでお荷物だから。そんな僕の前に突然何かが降ってきた。同時に舞った大量の粉を吸い込んで、僕は激しく咳き込む。空から降ってきたのは、妖精のように愛らしい少女だった。だけど、火傷を負ってとても弱っている。僕の胸が期待と喜びに震えた。解放してあげたら、彼女は僕を必要としてくれるかもしれない。